で、フィリピン移住されたい方ですね、ご質問いただいてます。来られない店を知りたいと。女の子が綺麗で可愛いという来られないお店を知りたいってことなんですけども、とにかくですね、これはリアルな口コミが一番かなという思います。現地在住者の僕に聞いてもらってもいいんですけれども、やっぱりですね、初めて行く方とか、そんなに慣れてない方っていうのは結構、ぼられるっていうのがやっぱりあるので、舐められるとかもう空気感でわかるんですよね。なのでやっぱり慣れてる人と行くっていうのが一番いいと思います。で、ネット上の情報もですね、コロナ前のものとかは結構夜遊び系、東南アジアの夜遊び系ってブログがあるんですけども、今少なくなってきてるので、情報がですね、古くなってきてるんですよね。なのでやっぱりそこは、しっかり、アップデートされてるものを、チョイスされたらいいかなと。いうふうに思います。やっぱりどれを選ぶか、どれを見るかで、全然、情報変わってくるんですよね。信頼できる情報っていうのを、しっかり、精査してですね、見ていく。